独立行政法人日本スポーツ振興センターは、日本のスポーツ振興を目的として設置された、独立行政法人。現在、足立くんが理事長を務める。独立行政法人日本スポーツ振興センター法、及び、独立行政法人通則法を根拠とし、文部科学省が所管する、イベント学会会員。二千三年十月一日、それまでの日本体育、 学校健康センターの業務等を承継する形で設立された。設立時には日本政府から維持953億を6 0 0万円余りが出資されている。法人設立の趣旨は国民の健康増進であり、業務は国立競技場の運営、スポーツ科学の調査研究、スポーツ振興区時の実施などのスポーツ関連事業と、 学校災害協済給付制度の運営、学校における安全、健康保持の普及などの学校関連事業とに2分される。前身の団体の理事長には、文部科学省の局長クラス経験者が就任してきた。本団体は、初代が天宮忠二代目が小野木横、三代目が河野一郎、四代目が大東和美、五代目が足立君となっている。 全国学校給食会連合会の理事長も兼任している例がある。2014年度のサッカーくじの収益などを原資とした女性総額は過去最高の約199億6000万円となった。超党派のスポーツ議員連盟、プロジェクトチームの遠藤俊明座長は2014年5月9日、スポーツ庁の設置に合わせ JSC を日本スポーツコミッションに改組して、 選手強化の中枢を担わせる構想を明らかにした。2015年9月29日、文部科学省は独立行政法人通則法による当団体の2014年度事業評価を発表し、5段階で最低評価の D ランクとした。最低評価となったのは全省庁を通じても初。日本スポーツ振興センターは文部科学省の独立行政法人であり、 役員に文部省、大倉省といった中央省庁からの天下り官僚が就任している。2014年10月1日時点で7名の役員のうち2名が文部科学省からの出向である。また、日本スポーツ振興センターの年に2回ある女性審査委員会の会議は全報道機関に公開されていたが、2007年4月5日の会議から、 運動記者クラブのみに限定されている。そして、学校管理課での事故などが原因で死傷した、児童、生徒に対する災害業再給付金の支給も行っている。しかし、給付対象となるかどうかは事故などの発生が、学校管理課か否かで決まるため、いじめを苦にした学生が自殺した場合に、学校内で自殺したか否かによって、取り扱いが異なることになる。 日本スポーツ振興センターが運営する主な施設は以下の通りである。以上のように運営費の一部は国民の税金によって賄われている。ただし2006年度には債務免除益60億円が含まれる。ありがとうございます。